グッバイ、君の運命の人は僕じゃない。どうも、主刑人でございます。そんな入りだったの今まで。なんかどうやらこれからこれを高齢化するらしい。ということで、本日は、美味しいカレーパンございましたね。もう約1年ほど前だと思います。ショートだっけ？ショートで揚げたね。もともとは、茨城の旅行の時に立ち寄ったサービスエリアの、カレーパンがバカうめえ。奇跡的に出会ったからね。そうそうそう。ということで、買ったのは元気だったんだけど、どうせだったらね、食べたいじゃん、一個。やっぱ忘れられない。ね。食べたい。あの味忘れられない。思い出補正なのか、果たして本当にうまいのか。めっちゃうまかったっていう記憶してる。記憶はある。だって俺人生で一番うまいカレーパンだと思う。ということで、その人生で一番うめえカレーパン、今からこの車で行っちゃおうと思います。どんな車？え、レンタカーです。カレーパンを食べにわざわざレンタカーを借りたっていう。4トンです。カレーパン食うために4トンの後ろにカレーパンめっちゃ積んでやろうっていう魂胆っすよ。何千個買うんだよ。ということで、守谷サービスエリアに向かっていきましょう。レッツゴー。はい、着きました。こちらが守谷サービスエリア。ここに噂のあれがあるんですね。いや、噂のあれがあるのって食べたのお前だからさ。今日さ、あんのかな、そもそもね。王様のブランチで紹介されたとありますね。来ますね。牛すじの焼きカレー、見てわかると思う。上からカレーかけてもらえるんですよ。やだ、いただきましょう。ああやってかけたらね。というわけで買ってまいり申した守谷カレーパンでおじゃりまする。守谷カレーパン、わかりません。なんで牛すじカレーパン。うん、カレーパンにスプーンがついてくる時点でもう、そうそう、その人の名前見てなかったけど、後で見よう。開け魔法の扉、明かりも、おー、うわ、すごい量のカレーが。なんかトリッピーの方いっぱいかかってる。いるいる、そういうやつ。中に入ってるか。あ、中にか。じゃあ早速ね、いただきます。おー、いい匂い。いい香りだこれ。まあ、ガブリもいいんですけどね、まずカレーをちょっと。いや、ほんと、やば。約1年経ってもうまいものなの。いただきます。うん、この牛すじの量。いや、マジで。牛すじの量がすごすぎる。うまっ。マジで。もう前回見たけど、ほんとに。これご飯にかけて食いたいもん。そう、うん、白米持ってったら別料金でかけてくれ。カレーだけ売ってほしい。カレーライス。どうやって食べる？肉にこう食べればいいの？パンの部分はどうやって食ったの？前回かぶりついたの？かぶりついた。切れば。牛すじの量すごいよ。うん。カレーパンなのにあれだよね、珍しいよね。パンがやっぱカレーかかってるからさ、しなしなのカレーパン、うん、表現が良くないのかもしれない。ふわふわ、でもふわふわしてる、うん、パンはふわふわしてる感じで、で中にもちゃんとカレー入ってる、ね、うん、なのにだから普通にかけてくれなくても普通に美味しいカレーパンなのに、さらに激うまの牛すじカレーを上にかけてくれる、うん、素晴らしい。マジでうまそう。これが1個550円。550円、今サービスエリアに来たのであれば妥当なんじゃない。サービスエリア金額って考えるとね、うん、なんか全然家の近辺に売ってても買うけど、うまいもん、マジうまい、うん、ちょっと贅沢するときはありだ。作り方教えてくんねえかな。ちょっと、勤めてみて。その手があったか。レシピ盗んでやめて、開業する。ね、辛みもそんななくて、お子さんでも食べやすいし。全然、
見辛そうに見えるけど全然辛くないね、うん、老若男女どなたでも美味しくいただきます。もう食べた、うん、もう10個食って、うん、食べるよ。ワンカートの値段でこのカレーパン10個食えんだよ。タバコの話、うん、カレーパンとワンカートンで結びつけないでもらっていい。カレーパンというよりカレーの方でも美味しいランキング上位に入るね。いや本当に、うん、牛すじが入ってるカレーですからね。超うまい超うまい、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。わざわざ約1時間車を出してきた甲斐がございました。これはある、うん、ある。ただこのカレーパンを絶対超えられるよって思うようなカレーパンがあればぜひ食いに行くので俺らにコメントで教えてください。4トントラック借りてね、4トントラック借りてすぐ行きます。もう後ろにカレーパン積むから。4トントラックのもう後ろにもうパンパンに積む。ぜひぜひコメントで教えてくださいね。ということでまたコメントここになんか宛先こちらみたいなのじゃないのね。あのもうということで、また次回のカレーパン動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。